本日、このようなアップデートが行われました。トライアルバトル開始時のポップアップを非表示にする機能を追加しました。全機空士が待ち望んでいたアプデがついに来ました。今年一素晴らしいアプデで涙が止まりません。これが何のことかわからない人のために説明すると、トライアルに入ると、注意事項、と書かれたポップアップが表示されて、毎回毎回閉じるを押す必要がありました。しかも、1ターン目だと、閉じるを押してもリロードするとまた表示されていました。明らかに不要で意味のないただ邪魔なだけの注意事項は非常に鬱陶しかったのですが、ついに撤廃されてとても嬉しいです。実際非表示にしてトライアルで試してみましたが、非常に快適です。長年の癖で閉じるのところに勝手にマウスが移動しちゃいましたけどね。これはしばらく使っていれば慣れるでしょう。さらに、もう一つアプデが来ていました。トライアルバトルのメニューからトライアルバトルのリセットができるようになりました。今までは、トライアルで編成を試しているとき、アビポチを間違えるとわざわざ撤退してもう一度トライアルに入る必要がありました。しかし、今回のアプデのおかげで撤退しなくても、リセットして最初の状態に戻れるようになりました。これも素晴らしいアプデだと思うのですが、肉集め用のトライアルは倒してしまうと自動的に抜けてしまって、リセットができずもう一度入り直す必要があるんですよね。これは仕様上仕方ないので、普通のトライアルでリセットできるようになっただけでも嬉しいです。肉集めでは上ブレよりも下ブレの方が重要なので、下ブレが出るまで何回も繰り返す人が多いと思います。特に、誘惑のチェーンをつけた2プラ攻撃なんて連撃下ブレなかなか引きません。主人公だけで TA 率 50% 近くありますしね。あとはクリティカルの有無もあります。厳選作業が少しでも楽になるのかなと最初は思いましたが、仕様上難しそうです。最後に、トライアルに関しては、もう一つだけ昔から切に願っている要望があるんですよね。それは、防御値を自由に設定したいということです。防御値とは、簡単に言うと敵の基礎防御力みたいなもので、トライアルを10とすると、古戦場 95Hz は15、古戦場 150Hz は25となっています。防御値10のトライアルでいい感じの編成が組めたとしても、95Hz で通用しないのはこういう理由です。現状、防御デバフでうまい具合に調整していますが、調整できない場面も非常に多いので、古戦場想定の編成を組むのが難しくなっています。防御値を自由に設定できなくても、せめて 150Hz 相当のトライアルもしくはマルチバトル実装してほしいですね。フルオートに関しても、150Hz ほどの強さの敵がいないので事前に準備することができません。ということで、今回は、全機空士大歓喜の、トライアルバトルのポップアップを消せるようになった、という動画でした。このおかげで肉集め動画の作成もはかどりますわ。それでは、